天正14年1586年7月13日、大友家重臣高橋常雲は岩屋城を囲む4万もの大軍を目の当たりにし、その心は真夏の太陽のように灼熱の炎で燃えていた。島津軍を何としてでも20日間足止めせねばならぬ。なすべきことはただその一点のみ。城にこもる城兵はわずか763名。しかも相手はあの薩摩隼人として名の高い性病ぞろいの島津兵である。その籠城戦は誰が見ても無謀に思われた。しかし高橋常雲の心はそんな風には動かない。ここで島津軍を食い止めて橋場軍の援軍まで、北九州の地を守ることこそが地家に対して拙者ができる唯一の方向である。まるで城兵763名に鬼が憑依したかのごとく、戦意は最高潮に達していた。そしていよいよ島津軍が岩屋城に迫る。島津の戦いを見せるのは今ぞ。全軍突撃開始。島津軍が歓声を上げて押し寄せる。しかし守備兵も全く譲らない。刃こぼれが起これば屍から武器を取って切り結び、矢がなくなれば柚塚を握って振り回し、鉄砲玉がなくなれば重心を棍棒代わりに振るい、石を投げて飛び兵器とし、大木を落とし頭上から熱湯をかけ、身近にあるありとあらゆるものを用い島津兵を撃退していく。その戦いは昼夜を問わず繰り広げられ、兵は最後の生きる舞台と感じているのか、ろくに休息も取らない。まさに死兵と化して城を枕に討ち死にしていく。これを繰り返すこと10日間。未だに外堀すら埋められない島津軍であった。だが島津軍としても何としても早急に城を落とさねばならない事情があった。太閤秀吉が20万の兵で九州にやってくるのである。そのため何が何でもこの岩屋城と宝満城、橘山城を迅速に落とす必要に迫られていたのである。島津軍はとうとう兵力に物を言わせ、休む間もなく城を追い立てていく。やがて763名いた城兵も残り600、400、100と減っていき、残った兵は50ほどとなり、外郭も占領されてしまい、本丸を残すのみとなった。やがて城主高橋常雲は残った兵にこう声をかけるのであった。こたびわしのわがままについてきてくれて本当にすまなんだ。大恩ある大友宗麟様、ひいては主家である大友家に報いるために、わしができることはこの籠城をやり抜く、これが正当な道であった。これこそが大友家を救い、亡き盟友橘道雪に教えてもらった武士の王道、この後はせがれの宗茂が必ずやうまくやるであろう。そう言い残し本丸を背に、わずかな共回りを連れて島津の大軍に向かって切り込んでいくのであった。天正6年1578年、文後の大友宗麟は日向に出兵し、耳川の戦いで薩摩の島津義久に敗北を喫し、その名門大友家の勢力を名実ともに失いつつあった。もともと九州地方において文後の大友家と薩摩の島津家との関係は長い間良好であったのだが、島津家が日向の伊藤家を追い出し、大友家が伊藤一族を庇護したことにより関係が悪化。徐々に大友家と島津家は敵対するようになっていった。その島津家は薩摩日向を抑えたことにより、長年の悲願であった九州統一のためさらに勢力を伸ばしていく。この頃の島津家は祖父島津実親祭の薫陶を受けた第15代島津家当主島津高久の嫡男義久が16代当主として隆盛を極めんと盛んな頃で、義久をサポートする優秀すぎる3人の弟たち、義弘、利久、家久と共に、まさに薩摩から全国に羽ばたかんとする下準備を着々と進めていた。そうした中、天正12年の沖田縄手の戦いで五州二島の大主との異名を取る肥前の龍蔵寺高信を討ち取り、龍蔵寺家を島津家の軍門に下らせたことで、その勢いは急速に伸びていった。一方日本の中央では同年に羽柴秀吉と徳川家康が小牧長久手の戦いで激突。徳川家が一応勝利したものの、
織田信雄が秀吉に調略され、形勢は逆転。その翌年の天正13年になると、秀吉は徳川家との対決姿勢も崩さないでいながらも、その先の関東、大宇や西方向の四国、その先の九州も視野に入れて、天下統一のために様々な動きを活発にしていく。その一環として秀吉は同年6月、四国攻めを開始。わずか2ヶ月弱で長宗我部元親を降伏させることに成功。さらには四国攻めの最中、7月11日に秀吉は11位関白に任ぜられ、一躍時の人となる。同じ頃、九州では龍造寺家からの離反や大友家の対立方針を取るなどの様々な思惑から、肥後の熊部親長親安親子、筑前の秋月種実、東肥前の筑紫広門といった小勢力らが服属や和睦といった形で島津家との関係を強化していった。さらには肥後の阿蘇惟光を下したことで、島津家の九州全土掌握の待望を阻む勢力は大友家のみになっていた。この事態を重く見た大友家では、宗麟自ら上洛し、関白秀吉に謁見。秀吉に島津家との停戦を願い出ることによって、勅令にて島津をおとなしくさせる行動に出る。秀吉は自ら頭を下げてきた者に対しては無下にしないどころか厚遇する。逆に意地を張って突き通す者には反発し、権力の傘にかけて圧迫する。この時、家の代表としてはるばるやってきた宗麟の懇願を聞き入れ、何も挨拶もよこさない島津を冷ややかな目で見ていた。そして秀吉は扇町天皇の勅命を報じて、大友島津の両家に停戦を命じ、領土を裁定した。これに対し大友家ではすんなり停戦を受け入れたが、島津はこれを全く無視した。事態を軽く見ていたというよりは、家として長年夢見続けてきた悲願成就のために、ここは折れるわけにはいかないという矜持があったのかもしれない。いずれ中央の秀吉には降伏するかもしれないが、そのギリギリまでに九州を制覇して少しでも戦後交渉を有利に進めたいという思惑もあったのかもしれない。どちらにしても戦わずに停戦などという弱気な姿勢を内外に示すのは武門の恥と骨身に染み込んでいたのだろう。ましてや外野からの停戦命令などに納得できるわけがないと息巻いていたに違いない。全く停戦に聞く耳を持たなかったのである。一方、島津が停戦に応じる気配なしと知った秀吉は、天正15年春に20万の軍を九州征伐に差し向ける前の先遣隊として、黒田官兵衛、毛利輝元らを筑前方面から、戦国秀久、長宗我部元親らを四国方面から、それぞれ大友領に援軍として駐留させることを取り決め、早速これらの準備を進めさせた。一方の島津家では、これらの中央の動きが徐々に患者から届けられ、戦表情を開く。大友家を羽柴軍が来る前に制圧するための軍事作戦を即座に開始することとした。島津軍は3方向から進軍することを決定。まず筑前、筑後方面に島津忠長を総大将として、八代城から北に向けて出発。肥前の龍造寺正家、有馬晴信、筑後の秋月種長らと合流し、岩屋城の高橋常雲、立花城の立花宗茂を倒し、北九州を制圧する。これに副将の伊集院忠宗、新納忠元を補佐させた。次に島津義弘を総大将とし、南郷城から東に向かい、小松尾城、岡城を経て大友館を目指す。最後に島津家久を総大将として、佐土原城から北上し、松尾城、鶴ヶ城を攻略し、臼杵城を目指す。この3部隊を展開させ、羽柴秀吉率いる20万の大軍の先遣隊が大友領に援軍に入る前に、何としても九州掌握を実行したい島津家であった。天正14年1586年6月、島津忠長率いる3万の島津軍は八代城を出発した後、肥後を海沿いに北上し、筑後に入り、敵方の高良山城をあっさりと攻略。そこに本陣を据える。肥前の龍造寺正家、有馬晴信、筑後の秋月種長らがここに合流し、総勢4万の軍勢になった。この知らせを聞いた大友家の高橋常雲、立花宗茂親子は立花山城で軍議を開く。
目下の島津軍の大軍に対しどのように対抗するか。こちらが動かせる兵力は5000弱であった。まずは息子立花宗茂が口を開く。島津軍に1000ほどで夜襲をかけましょう。まずは出鼻をくじいて敵の士気を下げる作戦である。ところが父高橋常雲はこれを一喝した。ならぬ、野戦は島津のお得意ぞ。釣りの伏せであっという間にこちらが押し包まれるぞ。島津軍の強さはただ兵が強いというだけではない。綿密な小集団の効果的な戦術によってその強さを成し得ているのである。この釣りの伏せというのはざっくり言えば、先兵が突撃し一当てした後わざと引くことで相手を釣り、釣られた相手を十分に引き込んだところで退却中から反転して向きを変え反撃。そして両側面に伏せていた伏兵が一斉に飛びかかり三方向から同時攻撃をして殲滅させるという理にかなった待ち伏せの攻撃のことである。だがこういった戦術というのは勘の良い敵の指揮官ならば待ち伏せされるということを思いつき無理に退却中の島津軍を追わない。ところがここからが島津の真骨頂で、島津軍と戦う相手は知らないうちにいつの間にか相手の懐へ入り込んでしまっているのである。つまり島津軍は相手を引き込むために合戦中に緻密に別の戦術と絡み合わせて最終的にそうなるように仕向けているのである。島津軍の強みはどんなに相手が警戒していても終わってみれば島津の懐に連れてこられて撃破されるという結末になっているため恐れられているのであった。こういった合戦の模様というのは隣国にも響いていて当然ながら大友家にも漏れ伝わっているし研究もされているはずである。大友家重臣の高橋常雲にとっても島津軍の強さを重々承知しており、その盟友である今は亡き雷神立花道雪と共に島津に対する見識を磨いてきていたのであった。今目の前にいる立花宗茂は常雲の嫡男でありながら名門立花家を継いでいる。これは立花道雪には男子の後継ぎができなかったのが理由で、一説には道雪が常雲に頼み込んで養子にもらい受け継承させたとある。しかしここで一つの疑問が残る。常雲には二人の男子がいるのにもかかわらず、なぜ嫡男を養子に出し高橋家は次男宗益を後継ぎにとなったのか。確かに事実として宗茂が養子に出る時には宗益はまだ元服していなかったという経緯はある。だからといって養子で後継ぎとなれば後年次男をという考え方が筋であろう。だが道雪と常雲の関係性を追っていくと理解が追いつく。常雲にとって道雪は盟友でもあり師でもあったのだ。道雪は常雲の実に35歳も年上であり父のようにも敬愛していたのであろう。そのような人物から頭を下げられて懇願されたらむしろ嫡男を養子に出すことは光栄であると感じたのではないだろうか。さらにはこの2名は大友宗麟を主人と仰ぎ共に主家に忠節を誓い北九州の地を任されるほど熱い信頼を受けていた。その宗麟への忠義は並々ならぬものだったろう。島津軍の大軍が自分の居城の岩屋城、そして立花家代々の道雪の名残があり宗茂のいる立花山城にまさに今迫っている時、その胸中に去来しているのはいかにして主家大友家を助けるかのただ一点のみ。この時すでに大友家を援助すべく中央から羽柴の援軍の先遣隊が約2ヶ月弱でやってくるということは知っていたので、自分たちの役割は死を賭してでも敵を引きつけ釘付けにすること、そのために苛烈な籠城戦を耐え抜くこと、それが最善策だと宗茂を諭したのである。常雲は軍議で息子たちに改めてその胸中を伝え作戦を言い渡した。立花宗茂は参戦で立花山城にこもること、筑前を守る最終砦として兵力を多く割き武将としての能力も高い宗茂を守り手の大将として据えた。この時立花道雪の一人娘で宗茂の嫁である銀千代も同じく立花山城に詰めている。そして次男宗益は1000の兵力で岩屋城から東の宝満城に預けた。
この時まだ宗益は14歳の若武者だった。最後に常雲自らは岩屋城に残りの兵763名でこもることを伝える。敵の島津軍の進路はまず高良山城から北西にある筑紫広門が守る勝能城、次に岩屋城、そして宝満城、最後に立花山城と予測されることから、勝能城の筑紫広門は独自で動くとして自分たちの配置をこのように定めたのである。一方の島津軍でも高良山城からどのように進軍するか軍議が行われていた。まず勝能城の筑紫広門が大友方に寝返ったという情報を入手すると、これを先に落としてから岩屋城、宝満城、最後に立花山城という進軍ルート自体は定まってはいた。論点は勝能城へ向ける軍勢と岩屋城へ向ける軍勢を分けるかどうかだった。島津軍には命題が2つあった。1、羽柴の援軍が北九州に入る前までに立花山城を攻略し北九州を掌握すること。2、羽柴の援軍と対決する際に原戦力を維持したまま全軍同じタイミングで先に陣を構えること。1に関しては軍勢を分けても達成できただろう。だが2に関しては軍勢を分けてしまうと達成できそうになかった。なぜなら島津軍の4万の軍勢は島津一門衆の軍のみならず、切り従えた黒人衆や旧大名家の軍の混成部隊だったからである。おおよそ軍勢の進軍というのは一体のみならば迅速に意のままに動かせられるが、隊の数が増えれば増えるほどまとまりというのは薄れていくものだからだ。ましてや他家の軍勢は軍法も規律も違う。したがって軍勢を分けて進軍した場合、指定された場所に時間通りに参集することは極めて難しいことだった。ではなぜそれが必須なのか。それは島津軍はこの大友攻めの先を見ていたからである。羽柴軍は大軍を抱えてやってくる。それは後としても先遣隊としてやってきた援軍を徹底的に叩く必要があったからである。将兵で大軍を相手取るときはその機先を制し、常に先手先手で相手をかっこ撃破し士気を維持することが肝要なのだからである。だから島津軍は大友家を素早く叩く必要があったし、なおかつ統制と士気を維持しつつ次の戦に備える必要があったのである。これは北九州方面への軍勢のほか豊後方面への軍勢にも与えられた命題であった。そのため北九州方面大将島津忠長は軍議で全軍でもって勝能城から攻略していくことを決めたのであった。同年7月5日、高良山城を出発した島津軍は翌6日勝能城に攻撃を開始する。城側は貨幣ながら5日間持ちこたえ11日に降伏開城。城主の筑紫広門は筑後の大善寺に幽閉された。翌12日には島津軍は岩屋城南の天拝山に到着。いよいよ岩屋城をめぐって兵力4万対763の攻防戦が開始されようとしていた。天正14年7月13日、島津軍4万が天拝山から岩屋城に向けて進軍開始。763名のこもるさほど大きくない岩屋城は瞬く間に包囲されてしまう。島津軍は城を東西から囲む形で諸将を配置した。城の南の観世音寺に伊集院忠宗、その南の般若寺に島津忠長が本陣を構える。陣を指揮終えた島津忠長はまず城内に向かって降伏の使者を立てた。使者が口上を述べると城型の城主高橋常雲はこう返した。家臣と相談したゆえ数日待っていただきたい。これは常雲の策略であった。花から降伏などするつもりはなかったのだが、己で律した命題を遂げるため時を稼いでいるのである。牢城で敵方を引きつける期間は20日。20日経てば羽柴の援軍が北九州に到着する。何としてもこれを実現せねばならないと覚悟を決めていたのであった。しかし島津軍とてただ黙って待つほど人が良いわけではない。何せこの城は電撃的に落とし、その後の宝満城、立花山城まで迅速に攻略しなければならないのである。そうしなければ羽柴の援軍が来てしまう。ぐずぐずしているわけにはいかなかった。
数日経った頃、敵側の反応のなさに時間稼ぎと見て取った島津忠長は再度使者を使わして返答を急がせた。帰ってきた答えは案の定否。大友家は関白秀吉公に従っております。秀吉公の命令がなければ城を明け渡すことはできませぬ。どうしてもというなら力ずくで参られよ。全力でお相手いたす。これを聞いた島津忠長は総攻めを命じた。秋月種長は水の手口から、龍造寺正家は北手から、有馬晴信と新戸忠元は西の山砦から、伊集院忠宗は西岩屋砦を経て南側から、敵は小勢ぞ、疾風甚大で落とすのじゃ。全軍突撃。島津軍は一気呵成に攻撃を開始した。四方から勢いよく迫る島津軍だが、標高290メートルの山城には縦堀や堀切り、土塁などが設けており、簡単には落とせない。加えて守備兵の士気も高い。さらには上州高橋常雲の巧みな士気によって寄せ手をほとんど受け付けない。武器が消耗すれば敵の武器を奪って反撃し、矢が足りなければ夜の間に敵味方の死体から取ってきてそれをまた使用する。城のあらゆる地形を利用して敵の足を止めさせ、木でも石でも何でも武器として利用できるものは利用する。そして疲れた兵には上雲が檄を飛ばす。体温ある総林様に報いるのは今ぞ。道節殿に教えていただいた武勇を発揮するのは今。この時を置いて他にない。島津が憎いから戦うのではない。己の信念にかけてこれが正しいと思うから命を懸けるだけじゃ。皆の者頼む。今少しわしについてきてくれ。総攻めが開始されてから10日経っても守備側の粘りによって未だ落ちなかった。豪を煮やした島津軍はさらに多くの兵力を投入し、味方の兵の屍を土台にしてまでも堀を越えようとした。やがて圧倒的に兵力で勝る島津軍が文字通り外堀を埋め外郭を占領していく。城は本丸を残すのみとなった。残った城兵は城雲以下50名ほど。この時開戦から13日経った7月26日であった。城はもはや落城寸前であった。ところがここでまた島津軍は城雲に降伏勧告を行う。島津側としても大友家の高橋城雲の武名はよほど惜しいものだったのだろう。来る羽柴との対戦に向けて一人でも多く優秀な武将が欲しかったのかもしれない。城雲殿、もうよかろう。貴殿の武名はしかと届いた。死を急ぐこともあるまい。ここはまず命を大事になされよ。だが城雲の腹は決まっていた。もはや考えを変える気などなかった。貴殿の気配りに感謝いたす。だがそれがしは武名と引き換えに忠義を捨てることはできない。ここで果てれば忠義と武名両方を残すことができる。これも戦国の習い。ごめん。最後通牒は丁重に断られた。翌27日、島津軍最後の総攻撃が始まった。もはや城兵は数十名もいない。だが誰一人とて弱腰になる者などいなかった。次第に一人、また一人と撃たれていく。城雲はその間兵を叱咤し続け、死者には頭を垂れてその忠義に感謝を示し、自ら将兵に傷薬を与えるなど心配りを怠らなかったという。やがて最後の時を悟ると、時勢の句を読み、高櫓の扉に駆けつけて敵陣に切り込んだ。しかしもはや多勢に無勢、やがて力尽き、敵方に宿目を願い出て自らは櫓に上がった。道節殿、今参ります。宗重、宗ます。あとは頼んだぞ。と言い残し切腹、見事な最後を遂げたのであった。岩屋城はこうして陥落した。高橋城雲以下763名の老城兵はことごとく討ち死にして果てた。高橋城雲の首が島津の将兵の前に持ってこられた時、その場にいた敵兵までもが本当に惜しいことをしたと涙を流してその最後を称えたという。だが島津軍も被害は甚大で、
一説には3700人余りが撃たれたとある。攻める側、守る側、それぞれ死力を尽くして戦った壮絶な合戦だったのであろう。島津軍はその後宝満城、橘山城と進攻を続けるが、岩屋城攻めで被った被害が大きく、体勢を立て直すのに時間を要してしまった。そのため橘山城を囲み始めたのが8月の中旬。この時すでに羽柴軍の援軍が赤間ヶ関に到着したと知らせを受けていた橘宗茂は、8月24日、最後の時間稼ぎとばかりに重臣に海上降伏をするよう命じ、人質交換をしてさらに島津軍の行動を遅らせ、その間に羽柴軍帰化の毛利軍が豊前の小倉城に進軍し、それを知った島津軍はやむなく撤退をしたのであった。こうして島津軍による九州統一のための北九州掌握作戦は失敗に終わってしまった。それには岩屋城の高橋常雲の粘りが鍵となったのは誰も否定できないだろう。高橋常雲と橘宗茂、養子に出したとはいえ血はつながっている親と子、さらにそこに橘道雪という死の存在、まるで親子三代で力を合わせたかのように、その忠義の心と武士の精神で見事に大友家を窮地から救うことができた。高橋常雲から受けたバトンは橘宗茂がしっかりと握り離さず、その後も慶長文禄の役を戦い抜き、関ヶ原の戦いで西軍となり、敗戦後に一時流浪の身になるも大名へ復帰。大阪の陣で徳川の信頼を勝ち得て丘陵復帰し、天草一揆にも幕府方として参陣。その一生で父常雲のことを忘れた日などなかったかもしれない。常雲も雷神橘道雪の相棒の風神として、あの世から宗茂をずっと見守っていたことだろう。さて、今回の日本史の旅、楽しんでいただけましたか？歴史の舞台裏や知られざるエピソード、これからもたくさんのお話をお届けしますので、引き続きご視聴いただければ幸いです。今回の動画が面白いと思ってくださった方は、チャンネル登録・高評価をぜひよろしくお願いいたします。歴史への思いや感想、応援コメントもお待ちしております。ここまでのご視聴ありがとうございました。